おはようございます。今日はシリーズ日本人と聖書の第16回目です。このシリーズはなんかこう説教というよりは教養講座みたいな感じで、ですけれども、私は一人の日本人のクリスチャンとして、また私の祖父の代から教会の牧師をしております。こういう家に育った者としてですね、この教会また聖書とこの国の関わり、またこの国の人たちの関わりということは、単なるその一つの情報というよりもですね、この我が家に関わる問題でもあるわけですね。自分自身もいろいろと問題を整理しなければならない、考えなければならないこともたくさんあって、皆さんにお話をさせていただきながら、自らもまた頭の中を整理していくという、そういう感じもしておりますけれども、今日第16回目で戦後の教会ということについてお話をしたいと思います。1945年に、ご存知のように日本は戦いに、第二次世界大戦に負けまして、無条件降伏をいたしました。その時にこのポツダム宣言というですね、ものを受諾しております。これは要するに、かくかくしかじかのことを受け入れて、受け入れますと。戦争の終わり方っていうのもいろいろあるようですけれども、連合国側からの要望を飲むという形で戦争が終わったわけです。でそのポツダム宣言の中に、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せられるべしという、一項があります。で、日本は戦争中ですね、その前にも話しましたけれども、天皇を中心とした神社神道ですね、この、神道というか、天皇崇拝といいますかね、そういうものを持って国民の心をまとめて、そして戦争に向かわせていったと、という経緯があるわけですね。連合国側もそのことは理解しておりましたので、もちろん天皇の神と呼ばれたその天皇の地位を人間に引き下ろすというんですかね、その人間宣言というものもありまして、そういうことと同時に、やっぱり戦争中日本はその信教の自由を奪っておりましたから、戦争の終焉と同時にその全ての人がどんな信仰でも宗教でも信じることができるようにしなさいということを、日本側に条件として提示したわけですね。でそれを受け入れた。でこれは後にその日本国憲法に謳われるようになるわけですけれども、戦争の終わりと同時に、天皇の絶対的な権力が奪われ、そして神社神道の権威が失墜していくということであります。そして、翌々年ですね、日本国憲法が成立して、そこに信教の自由は何人に対してもこれを保障するというのが憲法に謳われるわけですね。信教の自由が認められたわけです。でおそらくこの時がですね、日本の歴史の中で、キリスト教が初めて信仰と宣教の完全な自由を獲得した時だと思うんですね。もちろん明治5年でしたかね、その江戸時代から続いておりましたキリシタン禁制の高札が取り払われて、一応宣教できるようになりましたけれども、それでも完全に自由にキリスト教が宣教できたという時代はほとんどありませんでした。軍国主義の流れに伴ってですね、そのキリスト教というものはいろいろ統制を受けていくわけですね、明治の終わりぐらいから。ですから戦争に負けてよかったなということですね。初めてそのどんな宗教でも信じることができるようになったわけです。で憲法に保障されておりますから、
どんな宗教を信じてもいい。だからあんたはその宗教をやめなさいよって言ったら、これ憲法違反なので、言ってはいけないんですね。それぞれがもう信じたいものは信じなさいということであります。で、戦争と同時にやってきたのがマッカーサーという、GHQ の司令長官でありますが、皆さんも写真をご覧になったことがありますが、あると思いますけどね、レイバンのサングラスをかけて、こんななんか葉巻を加えたですね、あの人は非常にこう自分の見てくれというか、容姿というものにすごく気を使っていたようですね。その自分の写真、何か載せる写真は必ず自分でチェックをして、一番こうかっこいい姿でこう映るようにしていたようですね。で、彼は、まあ、いかにも本当にアメリカの、リーダーだなと思いますけれども、まあ、非常にまあキリスト教的な使命感を持っていた。その宣教的なという意味ではなくてですね、その、まあ、今でもアメリカという国は変わらないんですが、アメリカ的な民主主義がこれがもう最高だと。そしてその民主主義の基盤にあるのはキリスト教ですから、だから、日本において、そのどんどん宣教しなさいというわけではありませんけれども、キリスト教は非常に重要であるということはしっかりと確認をして、政策を行っていたようです。で、戦後の多分2代目の内閣だと思うんですけど、東国宮という方が総理大臣になられたときに、まあ、私もこの直接もちろん知らないんですけれども、名前からするとなんか奥公家さんっぽい感じの、天皇家っぽい感じの方ですが、この方はですね、そのキリスト教を非常に大切にしたらしいんですね。総理大臣になった時にそのカトリックとプロテスタントの代表を呼んでですね、そして、これからの国を再興していくために、ぜひ力を貸してほしいというふうに頼んだそうなんですよ。キリスト教は本当にごくごく小さい勢力に過ぎなかったんですけれども、どうもやはり彼はこの、キリスト教というものに、何かの魅力を感じていたのかどうか分かりませんが、そして、香川豊彦をですね、内閣参与に起用しております。まあ、香川豊彦さんについてこの後ちょっとお話しますけれども、クリスチャンで、ずっとそのキリスト教の指導的な立場にいた人ですけれども、内閣参与に、今でいうと官房長官でしょうかね、それをもうバリバリのクリスチャンを起用したということですね。今からそういうことが起こるんでしょうかね、どうでしょうか。また YMCA の総主事の斉藤総一郎という方をですね、海外駐留者のための引き上げ、援護員初代長官に、起用しております。YMCA は世界的な組織ですから、斉藤さんはこの YMCA の世界的なこのネットワークを使ってですね、引き上げのいろいろ働きをしたということで、まあ、戦争が終結したと同時に、キリスト教というものが、まあ、社会的にも、まあ、認められていったということのこれ一つの表れかなというふうに思います。で、今香川豊彦さんの話はちょっと出ましたけれども、長谷川保さんのお話をした時に少しお話ししましたけれども、まあ、この方も、まあ、日本の、キリスト教の歴史の中ではおそらく、まあ、ビッグファイブには入るだろうという人ですね。非常に重要な役割を果たした人であります。香川豊彦さんの本をお読みになった方も多いと思いますが、まあ、今日はあんまり時間の関係上詳しくお話できませんけれども、1904年に徳島の方ですね、この方徳島に香川豊彦の記念館かなんかがあるようですから、徳島に行かれた時には大塚製薬の美術館だけじゃなくて香川豊彦の記念館も訪ねていただきたいと思いますけれども、宣教師の方から洗礼を受けております。で、1909年に、神戸の新川というですねスラム街で宣教してですね、今はスラム街なんて日本にはありませんけれども、当時はたくさん、まあ、大きな都市になればですね必ずありました。まあ、非常に危険で、そしてまた治外法権で、まあ、いろんな貧しい人が集まってきて、まあ、ごたごたした地域ですけれども、この香川さんはですねその頃まだそのキリスト教というのはこう知的な層
にばかり宣教して、あの貧しい人たちに宣教するということはあまりなかったんですね。でそれはいけないんじゃないか、ね、貧しい人こそ、今苦しんでいる人こそこの聖書の教えが必要なんじゃないかということで、彼は単身スラム街に乗り込みまして、そこで伝道をした人なんですね。でその後渡米いたしまして、名門プリストン神学校に学びました。で帰ってきた後もですね、やはり彼は彼のその足場はですね、貧しい人たちと共にありまして、労働運動をしたりですね、でここにありますけれども、友愛会、関西労働同盟会、まあ労働組合ですね、これを結成したり、あるいは労働運動の後、今度は農民組合を作ってですね、農民たちの手助けをしたり、そういうことをずっと続けた人なんです。また一方でですね、1929年、キリスト教連盟が神の国運動というものを決議したんですね。これはまあ全国的に大々的に福音を伝えていきましょう。でその中で、香川氏は100万人救霊を目指してですね、100万人の人が救われるようにということを目指して、全国津々浦々宣教して歩いたそうです。やはり特に貧しい人たち、それまでキリスト教を伝えられなかった人たちのところに、旅をして福音を伝えていった方なんですね。戦後、今の話ですけれども、東国宮内閣の時に、彼は内閣参与に抜擢されます。で戦中も彼は常にこの特攻に睨まれてですね、いろいろ苦労したようですけれども、決して彼自身の態度を変えることなく、そして戦後内閣参与に選ばれ、さらに貴族院の議員にもなったということです。そしてその後はですね、世界連邦でしたかね、世界連盟でしたかのための働きをしまして、これまでのいろんな功績を認められて、1955年にノーベル平和賞の候補になります。で残念ながらノーベル平和賞もらっておりませんが、この後佐藤栄作さんがもらったんですかね。しかし日本のクリスチャンで、まあ、長谷川保さんも大変な人でありましたけれども、香川豊彦さんもですね、非常に大きな働きをした人でありまして、この平和ノーベル平和賞の候補にもなったということであります。香川豊彦さんの本もいろいろありますので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、また一方でですね、その戦争中にキリスト教会は一つの日本キリスト教団というグループにまとめられていたという話を前にいたしました。でそれぞれの働きは制約されてですね、そして、あの時にお話ししましたけど、日本のキリスト教会は残念ながら戦争を支援したんですね、戦争を擁護してしまったんです。非常にこれは教会として、恥ずかしい、また申し訳ない、反省し続けなければならない出来事でありますけれども、戦争が終わりまして、別にそのキリスト教団を解体しなさいと言われたわけではありませんが、もうその政府からキリスト教は一つにでいなきゃいけないということはなくなりましたので、聖公会であるとか救世軍であるとか東洋福音宣教会であるとか、あるいはルーテルハーバプテストですね、そのそれまでは戦争の前まではバラバラだったグループが日本キリスト教団からどん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 こう抜けていくわけです。日本キリスト教団というのは今でもあります。日本で最大の教団です。ですから抜けなかった人たちはそのまま日本キリスト教団を形成しているわけです。広島にもたくさん日本キリスト教団の教会がありますけれども、そしてそれぞれにそこから分かれて、それぞれの団体として活動を始めたわけです。で同時にですね、世界中から宣教師がやってきました。先ほど北村麻里子先生がモンゴルの話をしておられましたね。モンゴルも90年までは完全に社会主義国家で門戸は閉ざされていたけれども、それが開かれた時にですね、世界中から宣教師がやってきた。で日本もやっぱり同じでありまして、ヨーロッパ、アメリカからですね、あるいはオーストラリアから、キリスト教の国々から、退去して宣教師が訪れました。なんせですね、もう日本は第二次世界大戦の時に、神風特攻隊はやるわ、アジアの国々は侵略するわ、もうとんでもない、悪でありましたから、日本人をなんとかしなきゃいけない、キリスト教を持って、日本という国をもう一度立て直さなきゃいけないということで、使命感に燃えた多くの宣教師たちが参りました。
しかしながらですね、そのことによって、未だに尾を引いている大きな問題が起こってしまったんです。というのは、その日本にはクリスチャンの数は本当に今でも少ないんですけれども、教団の数だけはものすごくいっぱいあるんですね。百何十あるんですね、教派教団。ですから、キリスト教ってなんでこんなにいろいろ教団があるんですかとか、宗派あるんですかとかね、よく言われますよね。その理由はこれなんですね。つまり、第二次世界大戦が終わった後で、その、いっぺんに宣教師がやってきまして、それぞれ自分の教派教団の名前を背負って教会を建てたので、明治の初期にはですね、いろんなところから宣教師が来ましたけども、彼らは、いや、教派教団が自分の国でいろいろ問題を起こしているから、日本では一つになってやりましょうと言ってね、教派教団はあんまり作らなかったんです。ところが第二次世界大戦の後は、そんなことを考える余裕もなくてですね、みんなそれぞれ自分の教派教団で教会をやったもんですから、日本には、クリスチャンはこんだけしかいないんですが、もう、教派教団はもう世界中のものがあるんですね。ですから、教会の箱庭と言われております。日本に来れば世界中のキリスト教の教団があると言われるぐらい、本当にそうなんです。なんでこんな、広島にもですね、プロテスタントの教会多分50ぐらいあると思うんですけど、同じ教団の教会というと本当に少ない。で、例えばヨーロッパに行くとですね、例えばドイツ行けばこれルーテル派ですし、スイスに行けば改革派ですし、大体もう決まってるんですね。他の教団もありますけど、メインのものはあるんです。日本はそんなことで、やっぱりこれがですね、日本選挙の一つの、問題でもあるんですね。みんなで、教会というのは一致して、力を合わせて選挙し、力を合わせて成長していかなければならないものですけれども、教派教団の壁があってですね、なかなかその辺の協力がうまくいっていないということが、あると思います。しかし、とは言ってもですね、戦後はキリスト教のブームでありました。キリスト教というのは占領軍の宗教ですから、お上の宗教ですからね。そして戦争末期にはですね、アメリカ人がやってきたらもうみんなひどい目に遭わされると、皆殺しにされるとかですね、恥ずかしめを受けるとか、子供を売り飛ばされるとかですね、散々いろいろ言われてたんですけれども、来たらですね、みんなジープに乗り回してチョコレートやガムをポンポン放り投げてですね、とってもなんか楽しそうで、何も悪いことは起こらないじゃない。みんな結構拍子抜けになりましてね。そして、結構き、アメリカは別に悪くないじゃない。そして、東国のような内閣の話なんかもありましたけれども、お上の方でもキリスト教別に、禁止するわけでもないし、むしろ、キリスト教は、当時の人たちにとってはですね、アメリカのというか、この文化や物資が入ってくると同時に、そのアメリカの思想として、連合国の思想として、入ってきたわけですね。で、各地で聖書研究会が開かれ、その信仰する人たち、求道する人たちが急増いたしました。そして、戦前は弾圧を受けておりましたミッションスクールも人気を取り戻しましてですね、戦後ミッションスクールにみんなもう指定を行かせる。で、お寺のお坊さんも自分の子供をミッションスクールに入れるなんてですね、これは本当の話で、日本人はやっぱブームに弱いですからね、こう流行ってると言うとすぐそっち行きますから、でクリスマスもこの頃から流行しましてね、もうなんかそごうの前にはクリスマスの電飾がね、10月ですからね、そのうち5月ぐらいからクリスマスセール始まるんじゃないかなとゾッとしておりますけれども、また ある村ではですね、一家村全体がカトリックに改宗したという、そういう例まで残っています。昭和20年代の後半、キリスト教大ブームでありまして、でこの頃にはですね、この、宣教師がどんどんやってきてですね、この当時まだ空き地がたくさんありましてね、太鼓をどんどん叩いて、そこにこうテントを建ててですね、テントといってもキャンプをするようなやつじゃないんですよ。運動会で使うようなああいうやつを建てて、そこでそのキリスト教伝道会なんてやるとですね、もうすぐに、当時まだみんな暇でしたから、テレビもありませんし、映画もね大してありませんし、楽しいことはないので、そこに宣教師がですね、
なんかあかっこいいスーツを着た外人の宣教師がやってきて、よくわかんないけどもいろいろ英語で喋って、隣であんまりよくわかんない人が通訳をやって、でもすごくありがたくてですね、まあ、流行でもありましたから、当時その話を聞いた人たちがどんどんこの教会に来るようになって、この教会も最初に宣教を行ったのは30年代の初期ですからね、三笹のお風呂屋さんの隣の空き地に天幕を張ってですね、そこで太鼓を叩いて伝道いたしまして、でその当時大変多くの人が信仰に入っていったわけです。でそれだけではなくて、やはりその母国の方でもね、日本の宣教師を献金しようですね。当時まだ1ドルが500円とか600円とかいう時代ですね、ですからこので日本にとってその頃500円とものすごいですからね、だから1ドル献金、1ドル献金しましょう、10ドル献金しましょう、それだけでですね、その日本の進学生が1ヶ月生活できるとかね、ちょうど今モンゴルの人たちに献金するのと、ね、同じような感じだったんですよ、ね、ですからいろんな意味でこうで物資もどんどんやってまいりましたね。着るものがなかった時代ですから、私の両親が行ってた頃の進学生の写真を見ますとね、みんなすごいかっこいいスーツを着てるんですよ。みんな宣教師のお下がりなんですね。ドラム缶にですね、その古着を山ほど入れて、我々も古着を送るでしょ、あのモンゴルね、あれと同じなんですよ。でみんなそのちょっとダブダブのでもかっこいいハンフリー・ボガードみたいなスーツを着て、いるんですね。そういう時代です。で、まあ、英語もねやはり流行りましたしね、だからそういう、まあ、ブームに乗っかって、そして当然ですね、敗戦による失望もあるわけですね。それまでもう国のため、天皇のためといって戦ってきた人たちがもうその目標を失ってしまったんで、もう失望失意の中に、叩き落とされてしまった。新しい価値、新しい人生、新しい目標を求めてですね、そんな中に退去してやってきた宣教師でありキリスト教ですから、まあ、多くの人たちの心の中にそのキリスト教が非常に魅力的に映っていたということがあるわけです。本来敵の宗教であったわけですけれども、そんなわけではありません。またある意味ではキリスト教を信じるということを、まあ、教会に行くということがなんかちょっとご利益というんでしょうかね、現世利益的な意味もあったように思います。その後昭和50年代60年代ぐらい、毎年1万人以上の人が、洗礼を受けて、どんどんと急成長をいたしました。まあ、ここにまあいらっしゃる方の中にですね、昭和20年代終わり30年代に信仰を持ったという方が多いと思いますけれども、その頃やはり20代の方がですね教会に来ると多かったんですね。で70年代高度成長期に入りまして、教会の成長はどんどんと衰えていきます。しかしその頃はまだ子どもの伝道とかですね、学生伝道が非常に盛んで、教会学校でも50人100人ですね、子どもたちがいっぱい集まっておりました。で80年代に入りましてからはキリスト教の宣教はある意味停滞をしております。80年代初頭に人口の 1% って、今日まさにあのモンゴルの話じゃないですけど、人口の 1% って、ね、なったっていう話があって、そのまま止まっちゃったんですね。1% の壁とか言われてますけども、まあ、モンゴルは 1% の壁を簡単に超えてくれることを願っておりますが、まあ、もちろん日本もそうなんですけれども、また一方でですね、異端がねはびこったりね、それから最近ではオウム真理教だとかですね、ああいうカルトがあったり、また教会の中にもいる不祥事があったりしてですね、どんどんと人々の宗教離れ、教会離れというものが進んでおります。また昭和20年代30年代に信仰を持った人たちが教会に残って、そしてそういう人たちが中心の教会というのも多いですね。ですから教会の高齢化も進んでおります。私たちの教会は幸いなことにいわゆる教会全体の高齢化ということはないんですけれども、高齢化している教会も多いんですね。まあ、以上非常にこう駆け足で戦後の教会の歴史を見てきたわけですが、昭和50年代60年代のキリスト教後のブームはやっぱりブームでですね去ってしまったんですね。あそこで本当にそのままこうキリスト教を信じる人がですね順調にこう増えていけばまた状況は変わったと思いますけれども、しかし
こう考えてみるとですね、この高度成長期、その経済成長とともに教会の成長が止まってしまったんですね。でなぜそのクリスチャンになる人の数が今増えないのかっていう原因はいろいろありますけれども、そのうちやっぱり私が一番大きいなと思うことは、この国が富に支配をされてしまったということにあると思います。で、経済成長に伴って教会離れが進んでいるという現実があるんですね。で、今この国は富、経済の神に仕えております。別の言い方をするならば、富の神様を喜ばせるために全てを犠牲にしているというふうに言うでしょうね。いつも申し上げますけれども、その日本人が今一番気にしているのは何かというとですね、株価なんですね。株価、まさにあれはお金の神様の、数字ですよね。その株価を上げるという、高く留めておく、まさにその神の金の富の神様を喜ばせてやろうとしているという感じで、富を求めて、経済発展を求めて、豊かになることを求めて、この戦後60年日本はひた走りに走ってまいりました。しかし大変これは皮肉なことに、その富に苦しめられているんですね。今日本には莫大な借金が、800兆円ですか、よくわからないぐらいの一人何百万円か借金があるらしいですけども、最近テレビでですね、サラ金のコマーシャル多いですね。借りすぎに注意しましょうとか言ってますけどね、国が借りすぎに注意しなきゃいけないね。あれは国会議事堂に貼っとかなきゃいけないでしょ、内閣の、相談をするところあるじゃないですか、あそこに借りすぎに注意しましょうですね。あとなんか収支のバランスをとか言うじゃないですか、あれまさに国が収支のバランスを考えなきゃいけないですね。だからなんかサラ金の金利がどうのこうのとか言ってますけどね、そんなことを考える前にですね、この国そのものがちゃんと収支のバランスを考えなきゃいけないと思いますね。豊かになったとか富を持ったとか株価が上がったとかですね、そんなそういうことにばかり気を取られているうちに、本当にこの国が一番大切なものを失ってきたんですね。その悲しい現実が歪んだ教育であります。まあ、というか日本の教育というのは、その、子供たちを育てていくための教育ではないですね。この経済大国にするために、経済国家にするための兵士を育てる教育ではなくて、あれは、訓練ですね。この経済の仕組みの中で、あなたはこういう役割を持ちなさい、あなたはこういうことが向いていますですね、あなたはこの辺の地位にいる人です、それを振り分けたりするためのものですから、あの中で子どもたちが悲鳴を上げるのは当たり前のことですね。この子にはどういう能力があって、どうこれを伸ばしていこうかということではないんですね。この富の神様に仕えるためにの教育ですから。またその企業に命を捧げてですね、その結果家庭が壊れていく、3万人を超える自殺者があっても、そんなことはお構いなしですね。その株価が上がりゃいいじゃないか、人を犠牲にして、人の命を犠牲にして、家族を踏みにじって、人の心を犠牲にして、日本は今の、まあ、繁栄というかですね、その金銭的なデブになってしまうんですね。成人病とか、メタボリックシンドロームとか聞きますよね。あれは日本のことですよ。金デブになっちゃったんですね。もう金という体脂肪を山ほど身につけてしまって、身動き取れない状態ですね。個人の成人病以前に国の成人病を考えなきゃいけないですね。聖書に
あなた方は神と民とに仕えることはできないと。ルカによる福音書16章13節。その前から言いますが、どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。この国は富に仕えることを選んでしまったんですね。いや、富の奴隷になってしまったんです。金と経済の奴隷になってしまったんです。その結果、一人一人が心を失ってしまったんです。この悪魔に魂を渡して、その代わりにお願いを聞いてもらうという童話があるじゃないですか、ね、日本人はまさにそれですね。富の悪魔に魂を売ってですね、そして、自らの豊かになるという夢を見て、しかしまさに心を売ってしまったんですね。悲しい現実であります。今まさにそのことの悲鳴を上げているわけです。日本が戦争に負けて、そのおかげで自分たちの失敗に気がついて、そしてもう一度多くの人たちが神を求めたあの戦後の時代、今日本はこの経済の大きな苦しみにあえいで、やがて目を覚ましてくれる時が来ると信じております。本当に使えるべき方が誰であるかということに気がつく時が来ると信じております。それはブームで終わらせたらならないことですけれども、しかし本当に私たちが使えて、私たちが幸せになることができるのは富でも金でも経済でもありません。これは誠の神様だけですから、そのことを私たちは信じ、決して揺るがされてはならないし、またこれからもさらに声を大きくして伝えていかなければならない責任があるんです。そうでなければ本当にこの国は滅んでしまう。そういう危機感を今ですね、このキリスト教の歴史を振り返ってみて強く感じているわけであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い御心から賛美いたします。日本にキリスト教が再び伝えられるようになって百数十年、また戦争が終わって、戦争に負けて自由に信じるようになることができた、信じることができるようになってすでに半世紀以上が経過しております。しかし残念なことに、全ての人を等しく永遠に幸せにする誠の神を信じるこの聖書の教えがなかなか人々の心に留まっていかないという現実があります。一方で間違った神に仕え本当に苦しんでいる、その現実があります。神様、まず私たちが誠の神に仕えていく、その神のみに仕えていく、その姿勢をはっきりと持つことができるように、そして臆することなく大胆にこの真の福音を伝え続けていくことができるよう、必ず主が時を与えてくださると信じております。また必ず人々が真の言葉に耳を傾ける時が来ると信じております。いや、私たちの周りには今その人たちが溢れているはずであります。どうぞ一人一人の今信仰を強め、またこの福音を伝えていく勇気と力を与えてくださるようにお願いいたします。またこの教会が本当に小さな小さな群れでありますけれども、血の塩、世の光として輝いていく、闇の中で苦しむ多くの人たちが命の光を見つけることのできる場として開かれていくことができるよう、どうぞ力をお与えください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立。